皆さんこんにちは、ミヤです。いつもご視聴いただきありがとうございます。突然ですが、皆さんのアジュが元気ですか？はい、アジュがですけどね、今までいろんな動画でねご紹介させていただいているんですけれども、動画系のチョコレートチップなんかはね概ね大丈夫かと思いますが、バニラチップ、バーガンディーグロー、デュキシーチップなどなどのフィリ系のアジュが、それとゴールドリーフ系のアジュガはかなり過湿に弱いという印象で、コメントでもね皆さん結構フィリ系は消えていくというお声がありましたのでね、本格的な梅雨に入る前に弱地系のアジュガのバックアップを取っておきたいと思いまして、今回株分けと葉差しをやってみました。今日はアジュガだけにフォーカスしているんですけれども、他にも梅雨と夏越しに不安な宿根草で結構ありますよね。そちらはまた次回にご紹介させていただきたいと思っていますので、チャンネル登録がまだの方は登録しておいていただけると嬉しいです。それではスタートします。はい、まずメネテールを希釈します。メネテール100倍から200倍程度に希釈しておきました。はい、それでは株分けをしていきたいと思います。こちらの株はラテアートになります。ラテアートはまだ植えて1年経っていませんので、夏越しに弱いかどうかっていうのはまだねわからないんですけれどもね、心配な不義理ではありますので、株の状態がまだねいいうちに株分けしてバックアップを取っておきたいと思います。この辺が元株だと思うんですよね。ちょっと手前の方が入院がちょっとねしなしなになってきて、ちょっとまずい感じですね。少し元気そうなところからね掘っておこうと思います。この辺はねちょっと元気そうですので、この辺でと株分けしてバックアップ取っておきたいと思います。はい、でこちらですね、このここがこちらの株とつながっていますね。これがねランナーですね。ランナーがこうピュッと伸びて、ここでこの株が根付いたっていうことだと思います。でこのランナーをねカットしておきますね。半分ぐらいのとこでカットしました。でこちらね切り離します。そんなにアジュガはね根が深くないですから、あんまりね根を傷めずに取れたと思います。はい、このねメネデールの液にねつけておきましょう。はい、続いてねこちらのねゴールドリーフのアジュガですね。こちらもですね夏かなりいつもねダメージが強くなって、結構ね瀕死の状態になっちゃうので、ちょっと保険でねポット上げしておこうと思います。どこから取りましょうかね。あんまりどれもこれも良くないですね。この辺結構ねダメージきてますね。これは雑草、ここがいいかな。ここあんまり元気ないとこ取ってもね根が切れるとさらにダメージが加わって、余計にねちょっと弱っちゃいますのでね、この辺からまたね、またこうランナーがねこう伸びてねなので、つながってるところをちょっと切っておきます。メネデールのお水に入りました。こちらのアジュガも多分ですね、品種はマルチカラーかその辺だったと思うんですけどね、このフィリのアジュガもちょっと弱いので一部株分けしておきたいと思います。この辺がいいでしょうかね。かかいる、ランナーをね切り離しておきますね。
ほんのわずかな根っこですけどね、これでね、あげてみたいと思います。思ったよりは広がってましたので、もうちょっとね、あげていきます。この株いきましょうか。はい、こっちとね、ランナーでつながってますのでね、この辺からパッチンと切っておきます。こちらのバケツにお水がね、4リットル入っています。で、200倍のメネデールの液を作っておきます。キャップ2杯でね、20ミリリットル入って200倍ですね。はい、混ぜておきます。はい、こちらの培養土ですけれども、完熟牛糞堆肥3割、赤玉土の小粒が6割、炭のかけらが1割入っています。こちらの炭のかけらはワイプにね、出しておきます。はい、で、こちらね、よく混ぜておきました。で、こちらに今、希釈したメネデール、こちらを入れます。少しね、土を湿らせておきます。べちゃべちゃにするとちょっとやりにくいのでね、しっとりするぐらいがいいかなと思います。ちょっと水入れすぎちゃったかもしれません。大丈夫でしょう。はい、こちらのこのマルチカラーかな、はい、こちらからいきましょう。でですね、こちらですね、まあ根がね、これしかありませんよね。今まではね、こっちが本体と元株とつながっていましたので、この根だけでもね、十分良かったんですが、あとこの根の量に対して、今の状態ね、この葉っぱの量がちょっと多いですよね。ちょっと傷んだところからね、落としていきます。こういう傷んだ葉っぱね、落としちゃいます。でね、これもね、これもまあ傷んでるのでね、落としていいと思うんですけど、ここのね、節からね、ちびちび根っこがね、出てましたのでね、これはちょっと取っておきますね。ここまで落とします。もう少しね、葉っぱを落とした方がいいと思うんですけど、ちょっと大きいところから落としましょう。はい、それでですね、アジュガはね、葉刺しができるそうなんですね。で、アジュガはね、葉刺しやったことないんですけど、ヒューケラとかはやったことあるのでね、ちょっとね、アジュガの葉刺しをね、せっかくなのでやってみたいと思います。今度ちょっと大きいところね、葉っぱを落とします。で、これちょっと使いますね、葉刺しに。みんなね、ちょっと元気そうな葉っぱですけど、大きいやつをね、中心にね、落としておきます。で、葉刺しってですね、ここ刺しますよね、こっから発根するんですよね。面白いですよね、植物って。もうちょい取っておきましょうか。これもね、ちょっと大きいですのでね、これもちょっとカットしておきます。はい、これくらいね、残して、これをね、でこちらね、今葉刺し用にカットしましたので、これをちょっとメネデールの水にね、つけておきます。これをね、ちょっと急いで鉢上げしましょう。これくらいのポットでいいかなと思います。これもね、同じようにやっておきます。これもちょっとね、葉っぱが多いですのでね、少し減らしておきます。ちょっとしっかりしてそうな葉っぱをね、ちょっとカットして葉刺しに使ってみます。この発根してるところのこの先っちょはちょっと邪魔ですのでね、ここは落としておきます。
これがですね、ラテアートですね。これね、くっついてますね。どうしようかな。汚いとこはね、ちょっと取っておきます。これはですね、まあ、一緒にこうしてもね、くっつけたまましてもいいし、まあ、すっきりやりたい場合は、ここ切ってね。もう根っこがね、ある程度しっかり出てますので、もっと離して今回はね、二つ一緒にね、植えちゃおうかなと思います。ね、ランナーをね、切り離しました。まあこんな頼りない株ですのでね、これ一緒にちょっと植え付けてね、一株みたいにしちゃいたいと思います。これはまたね、後でね、ミネレール入りのお水をたっぷりあげておきます。続いてはアジュガの葉刺しをしていきたいと思います。こちらのね、用土は刺し木刺し芽の専用の用土になります。こちらですね、あらかじめね、こういうバケツの中でね、水を入れておきますと、簡単にね、水含みます。はい、それではね、こちらね、今入れました。でこちらに刺していきましょう。もうちょっと箸持ってくるのがめんどくさいので、このまま箸持ってこう。刺していきます。箸でね、穴を開けますね。はい、埋めていきます。はい、もうこんだけね、簡単で、ちょっと、はい、どうしようかな。3枚ずつぐらいやっておきましょうか。3枚ね、もし全部発根したら、それでワンポットという形でね、します。1枚ずつをね、一株に育てるよりもね、早いです。ちょっと土が足りなかったら足しますね。これちょっと葉っぱ半分にした方がいいのかな。葉っぱ半分にした方がいいね。葉っぱ半分にしときます。葉っぱちょっとね、あんま葉っぱが多いと、大きいと水切れしますのでね、ちょっと半分にしておきましょう。はい、こんな感じですね。はい、じゃあもう一個ね、同じように作りました。これちょっと今半分にね、カットしました。これちょっと2枚しかなかったけど、後でね、1個追加しておきます。はい、こんな感じ。水浸し水没してます。はい、こちらですね、昨日株分けした方の苗になります。1日経ちましてですね、アジュガのね、ゴールドライムとラテアートの方はね、そんなにまあ問題ないかなと思うんですけどね、確かマルチカラーっていう名前で買ったアジュガだったと思います。でこちらがですね、死んだ小僧ですよねこれはですね、根の燃料がもあまりにも少なかったせいもあるかもしれません。こちらに関してはですね、もうちょっと朝の段階でかなりしなってたので、葉っぱも取りまして、新芽だけ残して、あと全部ね取りました。これだけちょっとかろうじて半分残してますけど、でこちらの方もね、マルチカラーの方、こちらもちょっとしんなりしてますのでね、これはちょっとやばい感じがします。新芽も出てないのでね、葉っぱを半分にしておくしかないですね。そう、これはもうちょっと取っちゃいましょう。はい、とりあえず活力剤のお水をあげたりしてね、しばらく様子を見てみたいと思います。はい、こちらはね、葉刺しした方のアジュガになりますけれども、こちらね、お水に浸かってます。腰水って言うんですけどね、私はね、腰水はちょっと一晩だけね、
この腰水つけておきましたけど、昼間ね気温が上がるとねお湯になっちゃうとねよろしくありませんのでね、あげてしまいます。はい、はい、それではね今後の管理についてなんですけれども、葉差しの方は発根するまでは完全に日の当たらない場所で管理します。明るい日陰あたりが一番いいかなと思います。水やりにつきましては、発酵するまではお水を切らさないように常に湿っている状態を保つようにしておきます。3週間から1ヶ月ほどで発酵すると思われます。株分けした方も10日間くらいは明るい日陰あたりで管理します。アジュガは耐陰性がある植物で、直射日光はねあまり好きではありませんので、根がねしっかり張った後も半日陰から明るい日陰あたりで管理すると良いと思います。はい、アジュガのバックアップの取り方、株分け葉差しいかがでしたでしょうか。アジュガの本来の株分け時期は10月頃が適宜かと思うのですが、今回はね全滅を避けるための特別措置として株分けをご紹介させていただきました。ここ最近気温が高い日が続いていますので、もし株分けされるとしましたら涼しい時間帯に作業されることをお勧めします。はい、はい、葉差しにつきましては、梅雨時期はね湿気があるので、刺し目刺し木が成功しやすい時期と言われていますので、よろしければ挑戦してみてください。はい、あとですね、すでに瀕死の状態で株分けも葉差しもできる状態ではない場合はね、リキダスやベネデールなどの活力剤をかけて様子を見てあげてください。はい、活力剤につきましてはね対処性もつくと言われていますので、これからの時期定期的にお水やりの代わりにかけてあげるといいかと思います。はい、それでは本日の動画は以上になります。少しでもお庭作りのご参考になりましたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。